ミラノスカラザ管弦楽団は、イタリアミラノ市にある歌劇場スカラザを本拠地とするオーケストラ。当楽団は、スカラザにおけるオペラやバレエ公演の演奏が主要な活動だが、劇場のオフシーズンである6月から10月には、独自にシンフォニーオーケストラとしての活動も行っている。スカラザ会場の1778年に創設。古くから公共曲や、 競争曲などのコンサートを行っていたが、アルトゥーロ・トスカニーニが、スカラザの音楽監督に就任したことで、より活動を本格化させた。その後、当時スカラザの音楽監督だったクラウディオ・アバドが1982年、正式にスカラザ・フィルハーモニー管弦楽団を設立。独立したオーケストラとして今日まで充実した、コンサートを継続している。特にムーティ時代には、 ヨーロッパ各国や日本ツアーを積極的に行い、当楽団がシンフォニーオーケストラとしても高い実力を持っていることを世に明らかにした。レコーディングはオペラが多数を占めるが、近年はイタリアものに限らず、シンフォニー分野の楽曲にも多数の録音を残している。一例として、ムーティによるビバルディの式、ブラームスやエルガーの還元楽曲、 カルロ・マリア・ジュリーニによるベートーベンの公共曲集、バレンボイムによるマーラーの公共曲第9番などがある。公式サイト。ありがとうございます。